こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、サムネタイトルにある通りでございます。僕のお家でですね、孵化しました水オトカゲアザンティックの赤ちゃんのね、子たち5匹が他の爬虫類ショップに行きました。今、プケラ君がね、外で元気で泣いてますけど、僕がね、ここいる場所はアザンティック埼玉05店ということでね、6月15日オープンのアニマルタイガの、爬虫類ショップになるんですけども、今日もですね、ちょっとあの報告っていうか、なかなかね、あのいつも通りの、食事動画だったりっていうのがちょっと撮影できない、状態で、結構今もうバタバタほんとしてて、オープンが6月15ってことで、今日撮って、今日出すつもりなんですけど、6月9日ですね、今日が、もうね1週間切ったっていうことで、オープンまで本当に最後の、大詰めっていうことで、準備をね頑張ってるんですけど、まあ後ろの方とかね、こっちとかにもあのケージケースの方が、揃ってきて、整体の方もねかなり入ってきました。あの整体が入ったってことで、本当にその子たちのねお世話も僕がね全部やるので、結構ね本当に時間が、なく、まあなかなかね本当撮影の時間が今撮れてないので、まあこうした形で報告動画になっちゃうんですけどね、今日は喋、っていきたいと思います。でね、まあ最初に、申した通り、今日なんですけども、僕のお家でね、生まれてくれた、オトカゲ5匹がですね、他のお店に行ったよっていうことで、まあ本当に全国各地ね、いろんな、ショップさんに行きました。後でちょっとどのお店に行ったかはお伝えしようと思うんですけども、まあなんでね、あの僕爬虫類ショップここでやるのに全部自分のところで売らないのかっていうと、やっぱりまあここはね、埼玉の川島っていうところで、今はやっぱりコロナもあって緊急事態宣言っていうところで、なかなかねここまで足を運ぶっていうのが難しい方ってね、たくさんいると思うんですけども、まあそういった方にもね、まあ僕が孵化させた可愛いねオオトカゲの子たちを見ていただきたいなっていうのも、ありまして、いろんなねショップさんのところに出させていただきました。でね、どのショップさんに行ったかと言いますとですね、5店舗ですね、1匹ずつ、行きました。5店舗に1匹ずつ行きました。いつもねお世話になっている、高知県ももレオンさん、高知県ももレオンさん、そして、奈良県 LOJ さん、そして福岡のグローイングさん、そして大阪のプロショップダイワさん、そして、最後がですね、宮城県仙台市のジュラの森さんということでね、こちら5店舗に、僕がね孵化させた、生まれてきてくれたオオトカゲたちが旅立ちました。なのでね、そちらの5店舗の方でも今回僕が孵化させたオオトカゲの子たちね、購入できますので、ぜひね、あの気になるよっていう方は、お近くのね、店舗があればぜひね問い合わせて見てほしいなと思います。まあ、僕のねお店の方では、2匹から3匹ぐらい販売しようかなと思ってますので、まあもちろんね僕のお店でも、見れますので、見れるし買えますので、ぜひ、動画等をね見てくださってる方たちの中で気に入った子だったり買ってみたいなっていう、方いましたら、ぜひよろしくお願いします。本当にね、あの僕は孵化させて一番びっくりしたのが、セン君ハンちゃんどっちの、あの親がまあセン君ハンちゃんって言うんですけど、セン君ハンちゃんどっちともの模様の柄の印象はあるんですけど、どっちの子よりも綺麗な子たちが生まれているんですよね。あの綺麗っていうのはあれですけど、あの模様の配置だったりっていうのがしっかり整った子たちっていうのが非常に多くてね、あの僕ももうびっくりしたんですけども、あのそんな感じで非常にね可愛い綺麗な子たちが生まれてきましたので、ぜひね遊びに来てみてください。まだね僕のお店の方にはその子たち連れてきてなくて、まあオープンまでには連れてきてね、状態いいようにしておこうかなと思ってます。今もこんな感じですね、こんな感じですごいケースたくさん揃えました。でちょうどね今日6月9日なんですけど、今日もあの新しく整体が
たくさんね届くので、まだまだこれからもちょっとバタバタとね作業しないといけないんですけども、非常に楽しんでね、ショップ準備の方しております。動画の方ねかなり撮りたいものっていうのは撮れない時間がねちょっと撮れなくて撮影できてないっていうのがやっぱあるんですけども、動画の方もね、しっかりとお店オープンしましたら頑張っていきたいなと思いますのでね、お店そして動画ね、YouTube の動画等これからもよろしくお願いします。いいですね、やっとだっていう感じがしております。いよいよオープンかと。小学校の時にね、小学4年生の時に僕近所にね爬虫類ショップができたっていうことで、爬虫類のね海外の爬虫類のこう魅力っていうのを知って、そこからサバンナモニター、サルバトルモニター、テンクねとこう飼い始めて、今もねなお爬虫類が大好きでこう生活してるんですけども、本当に小学生の時に卒業文集に書いたね爬虫類ショップを作りたいっていうのがあと1週間で現実になるということでね、本当に嬉しいですね。まあ本当にオープンできることだけに浮かれずね、しっかりとお店をやり続けるっていうことが大事だなと思いますので、まあ皆さんにね満足していただけるように僕もね頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そしてね、僕がねここお部屋借りれたのがメダカ屋サバンナさんのね、オーナーさんになるんですかね、ライオンさんがですね貸してくださって、こうしてお店が作れますので、ぜひねこの同じ敷地内にメダカ屋さんもあるので、ぜひ皆さんメダカの方もですね見て行ってくれたら嬉しいなと思います。僕もねもうここ最近毎日ここに来るので、メダカもね毎日こう見に行ってるんですけど、いやいいですね、やっぱり知らなかった魅力っていうのがこう近くで見れることによって得られて、っていうのがやっぱりあったので、まあ僕のね爬虫類ショップで爬虫類を、見てくださるお客さんはね、メダカの方もぜひね見てその魅力知ってみてはいかがでしょうか。まだまだねちょっと作業をやることありますけども、オープンに向けて頑張っていきたいと思います。今回の動画こんな感じで終わっていこうと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。ハマちゃんのケージが上に行って、リッキー、レオくん、ダンちゃんとなりましたね。で、姫ちゃん、まるくんという感じで、僕のペットはね、こんな感じで並んでます。そして、エサたちがこっちですね。エサたちがこっちで。はい。ダンちゃん。今日も美意識高いね。あれ、寄ってきちゃった。ご飯ですか。今日、ダンちゃんご飯ないんだよな。昨日食べたでしょ。昨日、うずらさん食べましたね。コケコッコもすごいね。はい、みんなね、愉快に暮らしておりますので、ぜひ遊びに来てください。これから、こっちにもね、生態たくさん入ります。はい。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。